So what's this evidence, Frank, huh? What's it show and when do we get it? It must show what's going on in this place. But he needs time to download it. Let's get the hell out of here and meet up with him later. I still need proof that I was set up in Fortune City. Look, you might have your big story now, Frank, but I'm a dead man if we don't find some evidence that clears my name. トントンって。He says he'll try to figure something out. Try, huh? Yeah, that's great. I'll figure it out myself then. I want to take them down just as much as you do. You must believe me. 誰のやろ？この提供者。イザベラじゃない？もしかして。よし、じゃあ4時まで時間がある。というわけですって、もうレベルが50になってますね。実はですね、だいぶ進んでもうクリア直前ぐらいまで行ったんですけど、撮影ミスぶっこいてましてやり直しております。というわけで、いろいろとね、分かったこととか、サイドケースなんかもやりつつね、やっていきたいと思います。よし、それではじゃあ行きますか。まずはですね、サイドケースというよりかは実績解除のためにやっておかないといけないことがあります。はい、それをねちょっとやっていきましょう。で、今回やっていくのは、実績解除のことをやっていくのは2つですね。はい、その1つを今からやっていきます。で、その1つがですね、こういうところ、こういうね、防犯カメラがあるんですけども、この防犯カメラを全部ぶっ壊す。これ47個あるんですけどね、実は自分これ全部壊したと思うんですけど、なんかね、全部壊して全部回ったんですけども、それでもね取れてませんでしたので、もしかしたら何かしらの問題があるのかもしれませんね。あと、まあヘルプ見てエルナンドが言ってますけども、あの人らもサバイバーも全部やっていきます。その前に先こっちやっちゃいましょう。あ、来てる、余計なやつが来てるわ。まあ、これね、ここのところとりあえず3つ、はい、よいしょ、はい、これがね結構強い。あ、当たった。どうぞ。起きてる？よいしょ。あ、にゃい。よいしょ。でね、これも一応欲しいんやけど、まあ、こいつ、こいつ。やめろ。よいしょ。死んだ？オッケーオッケーオッケー。ゾンビはね、やっぱね、敵がね、めんどくさいんでね。で、サバイバーの方も救出していきたい。あと、まあ、やることもちょっといろいろあるんですけど、さっきそっちやっちゃおうかな。こいつちょっと N 難度はほっといて、ここあそこにちょっとねポチってなってわかりますかね。ここほらポチってなってでしょ、これカメラのマークなんですけど、これをね取っとくと、はい、チェックマークしますね。これをね10枚、はい、これをやっていきたいと思います。あれ10個取ると実績が解除されます。写真の方も実績解除してるんで、場所だけの、あの場所でこれ取っていくだけになると思うんですけども、こういうのも取り急しましょう。あとで全部取っていきたいなと思います。 10枚写真ね、はい、ほんとね、いろいろね撮影ミスっていうかね、あのサバイバー助け忘れてたりね、いろいろしてたんで、結局ねこれ3回目です、戻し作業ですんでね、もう慣れてきちゃってるんでね、ドタバタしない可能性はありますよ。はい、まあフラグじゃないですけどね、なんとかしたでしょ、もういいでしょ、いいよ、リサちゃんをね、カフェテリアにいるからということで、エルナンドセーブドットになってます。これ同伴していくんじゃなくて、もうセーブなんですよね。はい、助けられました。あ、ちょっと飲んどこうかな、はい、飲み物飲んどこう。アサルトライフルとかね、こういうねと、あのライフルいっぱい持ってるのは、防犯カメラぶっ壊すために一応今持ってるだけなんで、こんなにはいらないですよ。さあ、ここやっていきましょう。ここね、はい、これ写真ですね、はい、これね、収まってりゃ OK みたいです。あ、つかないかな。じゃあ、チェックマークつかないな。OK かな。あ、チェックつきましたね。OK。ある程度大事やね。ちゃんと入れないと。で、写真ね、たっぷり溜まっていっちゃいますんで、適当に、やっていかないと、吸っていかないとね、ダメだったりします。さあ、次、この辺の防犯カメラやりたいんですけど、こいつ邪魔なんで、こいつ先始末しちゃいましょう。よいしょ。OK。はい。ここもね、確か何個ぐらいあったんかな。これちょっと邪魔くさいやつをやりつつね、ここ防犯カメラありますね。
オッケー、はい、こういうのはねやりつつね、はい、はい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 、もう慣れたもんですよ、何回もやってっから。これゾンビさえ食らわなければ、はい、あ、規則的にあるんでそんな分かりにくいとこはないと思うんですけどね。よいしょ、はい、ここに6個と、やめろ、どっかこれ上上がれたもんかな。いいです、よし、ちょっと上上がろうかな。もうねこんなこともねやっていかないといけなくなってます。もう何回もクリアしていると、何回クリアで何回もね戻し作業していると気づくこともいっぱい出てくるんでね。こっからやったかな、こっから上がったかな、上がれますね、はい、落ちないで、あこういうのは上手くなりませんのでね、やっぱりねこれはセンスの問題ですね。そこああいう細いとこね、平均台苦手でしたから僕、こういうとこすぐ落ちちゃいますね。ほいと極力こういうとこで、はい、でこっち側かな、はい、ここと、あ、やめて、向こう側かな、そこにもあったかな、ありますね、はい、多分3つあったかな、ここが上にな、そこにあと1個、でこの上ないんか、2つかな、じゃあ2つかもしれないね。よし、じゃあこれで一旦リサちゃん行きますか。ここちょっとめんどくさいんですよね、ここのところが。リサちゃんやる前に始末すっか、やべやべ、ここに変えよう、ここ先やっちゃおうか、後々やったらちょっとめんどくさいんで先始末しちゃいますわ。ちょっとやめて、お、あったあったバーチンってやってくんね、ちょぶっ殺せ、痛い、ぶっ殺せ、フランク、今回フランク、割にフランクが邪魔、フランクが邪魔、フランク殴っちゃってよ、ちょフランク殴っちゃってよ、ちょフランク殴っちゃって、フランク殴っちゃってから、ちょお前じゃねえ、お前だよ、よいしょ、とりあえずぶっ殺した、やべやべやべ、こいつは全滅だ、まだいる、よいしょ、あった、早い、フランクやるって、よいしょ、ショッキョッキ。危ない危ない、多分そこさっきあるんでね、さっき飲んで回復しとこう、危なかった。ここにいるやつらね結構ねやばいんですよ今回ね、ほんとね難しい、うん、難しいっていうかな、激しい。ショットガンにしようかな、そこで行っちゃおうか。そこにいるやつは全部蹴散らしていこう。これね、あの正直言うとね、この後このサバイバー全員助けてから行っても全然十分間に合います。はい、十分間に合いますよ。この今やらなくてもね、いい、うん、今やらなくても全然いいんですけど、さっきちょっと面倒くさいやつ始末しとこうかな。この先にもいたでしょう。あ、いい品、やった。ここいい品は良かった。ここにね、2匹いたりするんですよ。ちょっと、よし。お前邪魔。死んでやろ、OK。回しんでやろ。ちょ中から撃ってきてる、激しい、あ、出てきてるわ、丈夫やなお前、なかなか丈夫やな、お前は死んでもらおう、よいしょ、 OK、 よし、 OK、 じゃあちょっとカメラの回収しますか。ですね、ここのカメラ結構多いんですよね。この上に一つ、はい、ちょっとやめろ、そこに一つ、オッケー、あ、でここ出たとこか、ここ出たところに一つでね、下にもいっぱいあるんですよ。下はねちょっとまた後にしようかな。あ、だなくなった、はい、よいしょ、そこに一つで、そこに一つ、あのね後になるとね、めんどくせえ敵がね出てくるんで、いろいろと敵がね、敵の種類もちょっと増えてくるんで、まあ増えてくるってもあと1種類増えるだけなんですけど、こういうのはねできるだけねケース2のうち
に行くまでにやっといた方がいいと思いますよ。ここでしょ、まあ、なんやかんや取りこぼすと思うけどね、うん、全部取れてるようで取りきれてない、それがパテモトクオリティ、はい、待ってね、ちょっとつまらない退屈な時間もね過ぎ去りますけども、ですがね、これやったじゃない、やってるじゃないですか2の、ダウンロードコンテンツね、ケースウエストはね何周回ってもね別に苦じゃない、結構楽しいです、はい、やってて楽しい、取っていこうかなみたいなね、ちょっとこうリサちゃん行くまでに取っていこうかなとかってなれるもん、うん、もうね他のゲームやったら2周3周すると結構苦痛なんですよ、撮影のために2周するときもあるんですけど、まあ、全然再生もされないねゲーム実況なんですけど、まあ、3周とか2周とかする場合あるんですけど、平行線でやっていったりとかするんですけど、これは全然もう、じゃあもう一回やって取り直しとこうかぐらいにね、でちょっと上手くなっちゃってるみたいな、パテモトちょっと上手なってるやんみたいな感じでね、時も出てくると思います。もうすでにねデッドライジング3も買ってあるんでもうねレベル上げはね非常にレベル上げしてたけど楽しいこのゲーム、うん、あ、やめろ、ちょっとちょ間違った間違った、はい、やめろ、ちょっとチンコペロペロすんじゃねえよ女子、嬉しいけど本当ねおすすめ、このゲーム本当おすすめですよ、本当面白い、僕はね、うん、いつのうちに体力やばい、これ死んじゃったら戻されるんでね、あ、ちょっと どっかで回復しないやべえな、回復薬なんか持ってたっけ、やめろ、回復するもん一切持ってない俺、危ない危ない、回復するもん一切持ってない、危ない危ない、これは危ないわ、持ってくるやつさえいなければなんてことはないんですけど、あの機動隊みたいですね、あいつらさえ始末して、あ、もうちょっとやべやべ、ちょっとババア、 B と A が逆、ほんで B と A が逆やから、B と A が逆っていうのはこれね一番大変なところ、ちょどっかで回復しないとやべえな、ちょどっかで回復しないとやばい、さすがにちょっとこれやばい、 あった、やめろお前、空気読むな、そういう空気は読むな、お前このタイミングでそういうのやめて、びっくりするから、ここにあったっけな、あぶね、はい、ありますね、ここね一番多いです、ここね一番多いです、ちょっとセーブできたからセーブしよう、もうやり直しはねさすがにやり直しはきついんで、うん、やり直しはきついんで、ちょっとそこトイレにもセーブさせてください、セーブしよう、よし OK、セーブさえしてりゃ死んだってなんてことはね、リンゴ食っとこう、あの電撃のやつもうざいんだよな、ほんと、さあ取っていこう、はい、やつらが来るまでに、おそぶおそぶで、今回ね武器もねいろいろ作ると思います、まあいろいろというかそれなりには作ると思います、まあちょっと結果的な話するんですけど、えげつない武器出ますよ今回えげつねえ武器が出るんでね、お楽しみくださいね、お楽しみしてください、さあこれなもんかな、この辺全部やったかな、とりあえず始末したかな、やっとやめてやめなさいよ、ちょっとまあちょっと取りこぼしてるとこももしかしたらあるかもね、うん、多分大丈夫だと思うけど、さあここ入っていこう、あそうそう、こういうのとかね、こういうのとかね、こういうのが新しいでしょ、もう小回り効きすぎるんで、ね、逆に操作しにくいみたいな、小回り効きすぎ逆にやりにくいみたいな、OK よし、こうじゃあちょっとリサちゃん助けに行きますね、ほんとねいろいろ細かいことをねやっていってるんでね、細かいことっていうかね、実績のためにやっていくんでね、こういうねちょっとだれたところもあるとは思いますけども、はい、よいしょ、 OK、 Keep your eyes to yourself、 よいしょ、サクッと、まあ、しゃべってる、やべ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 だ、俺の方が早い、 OK、 あ、だだだ、後ろからも前からも、本当によこせ、
で、あそこにカメラが1個ありますね。届くかな、当たるかな。当たったね。で、そこに1個ね。で、ここなんですけど、ちょっとやめろ。1個ちょっと用事済ましとこう。ここもね。よいしょ、ここ上がって。そっち渡りたい。ここ降りられたかな、降りられたな。割れてる、割れてるよ。じゃあさすがに、よし、割れたね。でここもね、あ、いいのあったね、いいのあったね。これこれこれ、これもらっとこう。でゾンビちょっと邪魔だな、来てるな。空気の読めないゾンビがいるな。よいしょ、割ってこれね、撮影しておきましょう。チェックつきましたね。チェックがね、つかないとね、これダメなんだよ。こっちは開けへんのか、こっちは開けへんな。さあ、リオ。さあ、飛び降りて。やべえ、ちょうどいる、もうちょうど。で、ここ行きましょう。さあ、リサちゃん、そろそろですね。危ない危ない危ない。カフェテリアにいると言ってましたね。まあ、カフェテリア、これちょっと取っていきたいけど、まあ、カフェテリア、ここのエリアはまたにしましょう。うん。このエリアはまたにします。どこやった、中やったかな。酒もあったと思うんで、ちょっと飲み物飲んどこう。回復回復、よし、ここにね、はい、 OK。 再びイサを探してセキュリティタワーに行ったよと言っておりますね。セキュリティタワーはね、またもや多分あいつら復活してますんで、機動隊みたいなのがね、復活してます。大変です。じゃあ行きましょう。さあ、ここからはもう完全にあれで行きましょうか。なんて言うんですか、ちょっと待って、こっち側じゃないわ、こっち側じゃねえ、こっち側じゃねえ。もうサバイバーだけ行きます。ここからはね、この実績のためにやられませんでね。もしかしたら写真ぐらいは撮るかもしれませんけども。あれ、これ出口どこやったっけ。あ、こっちや、こっちこっち。よし、ここから行こう。こっちから行きましょう。写真撮影だけしていこうかな、途中であるから。うん、どこだったか、ここですね。でね、これドア閉めときたいんやけど、フランク入ってくるからフランク開けようんですよ。それがちょっと困る。はい、これ、あ、でも離れなあかんな、ちゃんと。やっぱり、あ、つかねえ、マークつかねえ。 OK、 よし、 OK、 これで OK ね。で、これね、写真いっぱいになってくると撮れないんで、こう写真を見るで、余計なやつ、こんなんね、削除していきましょう。よいしょ、はい、余計なのね。OK、 とりあえずね、全部消しました。消しても多分大丈夫です。なぜかと言いますとですね、ここ見て、ここね、チェックマークついたら問題ないんでね。はい、で、あとここでちょっと回収しておきたいものがちょっとありまして、4やったかな、アイテム、アイテム、アイテム、ここに本、はい、サイエンス、まあサイエンス、サイエンスいらんかな、サイエンスいらねえわ、サイエンスいいわ、いいわ。あれもちょっとね、医療科学よ、科学のやつ、科学的なやつが非常に良くなる。あ、ちょっと待って、これだけ、これだけちょっとカメラ撮らせておいて、カメラ、カメラっていうか、カメラを駆除させておいて。多分ここね、ここもあんまもう来ることないんで、多分先にちょっと終わらしとこう。こうね、多分こう、おそらく来ることなかったような気がするんで、この先で、そのそこの上 OK、 よし、じゃあ行こう。あ、来るかもしれん、もう一回だけ来るかもしれませんね。うん、そういえば来るかもしれん、来るとか来ないとか。うん、もうほんとね、あー、ちょっとジャック、ワンパク、もうね、最後も何回もやっちゃってるからね、どうだったか、ああだったかっていうのが結構ね、混同しちゃってるんでね、いろんなことがね。よし、で、ここ、ここも一応ね、これ写真、これね、こっちは嘘嘘嘘、これ OK、着きましたね。で、ここでね、撮っときたい。ちょっとちょっとどいて、あ、あー、やってもった。もうつっとこどっこいのおっちょこちょい目が、この本当に、ね、ここね、ちょっと回収しておきたいものがあります。どこだったかな、ここやったかな、本がね、あるんですよ。本どこだ、これ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 、ヘルス1、うん、
ヘルス、ヘルスです。いい響き、日本ではいい響き、ヘルスです。はい、でここにカメラね、ここから入るとねすぐです、あのリサちゃんとこすぐ戻れますんでね、ぐるーっと回っていくとね時間かかるんでね、ここから行ってリサちゃんで、ここね、あと助けるのはね、あとリサともう一人かな、はい、で終わったような気がします。ここまたいるぞ多分あいつが、おい不意打ちしたんだ、さすが棒、さすが丈夫、おい、ジャック、いやいや、フランク、フランクの、ちょ、フランク、フランクの背中を振ってたろ、ちょっとフランク頼むわ、もう。もうフランク頼むって。ちょ、フランク邪魔だわ。ほんとフランク。フランクがね、やっぱね、勝ち気なんでね。どんどん前出ていくから。よしよし。こう撮ったかな、そういや。これ撮ったかな、この写真撮ってないね。この写真撮っておきましょうか。これね。あ、着きましたね。着いたね。着いたって、オッケーオッケー。よしよし。順調だな。今ね、何枚撮ったかな ?5 枚ぐらい撮ったかな。うん。またこれ、ほんで、こいつらいるんで、こいつこいつ。このフラッシュもまたうざい。ちょ、ちょ、お前、味方今狙いかけたな。たたたた。ちょ、お前。こいつこい。怖いわ。ちょ、任せたって、もうここ、これ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 ね。はい。やった？よしよしよし。うわー、ちょっともうやめて。もらいたい。よし。よし、こう行こう。次どこだ？吹き飛んできた。よし。じゃあ降りちゃおう。降りちゃえばいいよ。危ねえ、危ねえ、危ねえ。上に行けみたいになってるけど。こっちいいんでしょ？オッケーオッケー。さあ、入って。もう、たまらんわ、あいつら。いろんな武器ちょっと作りたいんですけどね、ちょっと今回はこのままいっちゃいたいと思います。さてリサちゃんも大変ですよ、本当にもうこんな調子じゃ。もうよくもまあこんな移動したもんだと思うわ。 OK、 あのビームライフル持ってきたかったけど、まあいいや、いっちゃおう。よいしょ、はい、あ、ちょちょちょ、やめてやめて、で、ちょ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 、はいはい、やめろって、やめろって、お前もうこれガスゾンビも普通にいくからね、ガスゾンビも普通にいっちゃうから、ちょっとやめろ、来るな、やめろ。あと欲しいものはなかなかまたうまく取れない、取りたいものはなかなか、俺ピザが取りたいの、あそこ好きやろ、酒取っとこ、酒取っとこ、酒大事、酒がね一番やっぱ回復力あるんでね、はい、上から戻った方が良かったな。あ、だからもうここか、多分ね、ここ、この辺にいると思うよ、ここかな、みたい、ちょっと間違った、こら違うって、じゃあ助けなさいバカって言ってるけど、これ使ってみようか、これサイエンスもそういうことしてるんだよね、サイエンスの方も絶対こういう、ちょ、お前じゃねえって、もういいか、ちょっとこっちは、ちょ、締めな、締めたらいいかな、これでいいっしょ、こういうものがね、サイエンスの方持ってると強いです。はい、あれ、リサどこ行った、え、リサは、あったった、お前ちょっとびっくりした、外出たんか思った、ところであなたたちはと、はい、エルナンドに頼まれて探しに来たんだと、私彼も十字なの、ああ、彼はもうこの施設から避難したよ、じゃあ帰って早く、よし、脱出しないと、よし、じゃあリサちゃんこれで出てくれました、よかった、ファイナリー、まあこれ一応持っとこうか、これ持ってるとこれが強い、これが強いです、はい、これが非常に強い、ラッラッ、強いっていうかね、耐久力上がるよね、よしよし、よし、じゃあ次のお助けいきましょう、よいしょ、ブー、ほんとこいつ操作しにくいな、
ウィーンブーン。というわけでカフェテリアに戻ってきました。ちょっともう壊れてると本当操作しにくい。これ車がええわ。やっぱりダメだ、森よ操作しにくい。それではもう一人だけサバイバーがこういますんでやっていきたいと思います。でこのスタンロットってやつなんですけどね。いやゾンビです。ちょっとガスガス、ワイ危ね、危なかった。ワイがどれか分からへん。カメラありますけど、カメラちょっとお預けにしときます。どこやったかな、こっちの方やったかな。どっかでね女の子はねわーわー言うとると思うんですけどね。どこだったかな、こっちの方やったと思うんやけど、ここじゃなかったかな、ここだと思うんだけど。あいつは持ってきた。やめろ。入って閉める、入って閉めよう。閉めて早く、やつらが入ってくるまで閉めて。でですね、あ銃も少ないな。閉めて、入ってきた、閉めて。ほんとほんとフランク、ちょ、入ってきた。お前こいつあれっつか、どうやってこいつか、邪魔だから殺すか。当たってんねえわ、ちょっと当たって。ちょフランク邪魔だって、お前ちょっとお前味方かい、お前あいつの味方か、やってこいっつって。ちょ始末してこいって、もうええから。もうちょっとほらもうこうなる、ちょやって。もうお前さ、お前ほんと邪魔だわフランク。ちょフランクやめて。ちょフランクいない方がいいんやけど俺としては。ちょっと閉められない。ほらそうなんだよ、外開きになっちゃってるとね、こうやって閉めにくいんだよ。入ってくるの閉めやすいのに、フランクはさ外から出たり入ったりするから。まあいいや。でですねちょっとこれ作っちゃってます。これとこれでねちょっと強い武器になります。えはい、こういうねベリークー。あとだけどスタンロットと、まあいいか、いいや。ちょこのいるかな、これここにいたような気がしたんやけどな。サバイバー、これも結構うろ覚えでやっちゃってるのに申し訳ない。しっかり調べてやればいいんやけど、ここにいたような気がするんで、ここかな。いたいた、あったあった、アリシャ、声出して。あなたたちはフェロトランスの人間じゃないわねと、エレクトバット、これがあれですね、スタンロットですね、はい、取って探してくれないっていうね、いうことね。ゾンビの世話、多分ゾンビの世話役っていうのは多分さっきの黄色いやつ、スタンロット持ってたスキルやつ、ここにいきなりありますね。これ渡しちゃえばいいです、はい、OK です、はい、これね、はい、どうぞ、はい、大丈夫ですよ、大丈夫ですよ、 OK。 じゃあ逃げたね。じゃあこの間にもうやっちゃいましょう。ほらここでサバイバー終わったんでね、サバイバー終わったんで、ここでカメラを壊していきますかね。カメラ、あその前に、カメラの前に、あちょっと待って、やべえ、死ぬやん、体力ちょやばい、危ない、ぼーっとしてた。さっきのもやべえわ。あのねここカメラあるんですよ、ほらここね、撮っときましょう。 OK、 はい、 OK な、 OK なってチェックなってんな。でここもねぼちぼちねこうありますんで、これ撮っていきます。はい、はい、まあ、ここは何度も来るんで、後から取っちゃってもいいと思うんですけど、あそこの後上ね、見えかな、こんな、はい、結構離れたところから撃てるんで、安全なところから撃った方がいいですよ。で、やばい、こいつ来た、ガス来た、で、ここね、この建物は3つあります。危ない、はい、はい、で、ここもね、ちょっと閉めよう。ちょ、閉めるのって。ちょっともう、いらねえ。で、ここね。こう。これも写真あったんじゃなかった？写真ね。あ、ダメだ、黒い。あ、撮ったことになってますね。OK、撮ったことになってます。チェック入ってた。よかった。小型です。
で、ここね、内側にこれ聞こえますんで、これ見落とさないように。で、あとここね、もうちょっとやめて、やめて、多分これ全部じゃねえかな、この辺、これ全部かな、この、ここの外のもん、あ、そこ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 、これ取ってんの、よし、危ない危ない危ない、よし、これで取ったんで、ちょっとセーブします。うというわけでして、これでおそらくほぼやりました。あ、これ最後これ使ってた武器、作った武器を使ってみようか、これね、せっかくそうだしね、ドーン、こうやって痺れるんですよ、こうやってね、はい、連鎖していってくるんですよ、近くのやつに。こういう武器がね、はい、取れました。というわけでね、今回はこの辺で終わりたいと思います。次回、ケース2とまたあの実績の方もやっていきたいと思います。というわけで、パテモス教会でございました。もう行ける範囲結構広いの嬉しいなあ。ちょっと待って、そういやここもあったわ、あそこ終わるんか終わらへんのどっちやねんいう話やね、うん、よしよし、そこね、カメラ行くとこ、おお、切れない切れないわ、うまく、ここです、ここカメラマーク、はいはい、 OK、 これね、 OK です。というわけで、パテモス教会でございました。ご視聴ありがとうございました。